駅入口とトイレ若狭有田駅は、福井県三方上中郡若狭町有田にある、西日本旅客鉄道バ浜線の駅である。駅名は、有田と読むが、地名としては、有田が正式である。小浜線の駅では、最も遅く開業した駅である。鶴ヶ方面に向かって、左側に短式ホーム一面一線を持つ、地上駅。鶴ヶ地域鉄道部管理の無人駅で、 駅舎はなく、直接ホームに入る形になっている。自動券売機等も設置されていない。1992年に駐車場の新設と、駐輪場の改築が行われ、自動車でのアクセスが良くなった。2004から5年頃には、新商社対応トイレとスロープの設置が行われると、同時にホームへの段差がなくなり、車椅子利用者も使いやすくなっている。 福井県統計年間によると、2019年度の1日平均乗車人員は58人で、ある。近年の1日平均乗車人員は、以下の通り、周辺はまとまった集落がある以外は、水田が広がっている。オバマ線鉄道90年の歩み、広報オバマ2012年11月、3ページ。福井県統計年間、8、駅別 JR 価格輸送状況。 福井県、2021年3月29日閲覧、ありがとうございます。